ナンバー、愛の初の民放出演が大きな話題を巻き起こしています。特に番組内で使われたハッシュタグ、ウェズミュージックがトレンド1位となり、ナンバー、愛の初の民放出演が大きな話題を巻き起こしています。これまでのグループ活動の中で、彼らのカリスマ性やダンスの凄さは何度も証明されてきましたが、この出演を通じてその魅力がさらに際立ったようです。 テレビ画面の向こうで彼らのパフォーマンスを見ながら、吐き強すぎて画面割れるて困難とつぶやくファンが続出しました。このコメントには彼らの圧倒的な存在感が如実に現れています。初めての民放番組への登場でありながら、彼らは自信に満ちたパフォーマンスを披露し、視聴者を魅了しました。番組では、3人のトークがほのぼのとした雰囲気で進行しました。彼らの関係性や結成当初のエピソードなどが語られ、 ファンは彼らの素顔にさらに親しみを感じたことでしょう。また、東京ドームでのライブ映像やダンスの練習風景が流れる中、彼らの努力と情熱が伝わってきました。SNS 上では、視聴者たちが番組を称賛するコメントを残しました。最高。お帰りなさいありがとうといった声が飛び交いました。特に、番組内で使われたハッシュタグ、ウィズミュージックがトレンド1位となり、やべえやぎも2位に急上昇するなど、 彼らの人気の高さが証明されました。ただし、これだけではない。彼らの魅力はパフォーマンスにとどまらず、人間味溢れる一面にも現れています。番組内では、彼らがダンスレッスンに励む姿や、結成時の貴重な映像が放映されました。これによって、彼らの努力や成長がよりリアルに伝わり、視聴者たちの心を打ちました。さらに、ファンの間では番組内容に対する感想や期待も多く寄せられました。トークたっぷり。 結成時の映像から見せてもらえて嬉しかったといったコメントが見られ、番組の企画や構成に対する評価が高まりました。彼らの魅力は多岐にわたりますが、それを支えるのは彼らの絆です。番組内での3人が一緒にいる姿や、ライブ後に食事に行くエピソードなどからは、彼らの絆の深さが伺えます。彼らは単なる仕事仲間を超えて、お互いを支え合い、共に成長し、合っていることが伺えます。番組を通じて、 彼らのファンは彼らの魅力にさらに惹かれ、これからの活躍を心増しにしています。彼らのこれからの活動がますます楽しみです。ナンバー、アイナ民放初出演し、そのパフォーマンスが視聴者を圧倒しました。平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太からなるこのグループは、その名前の通り、吐き強すぎて画面割れるほどのエネルギーを持っています。彼らのデビュー曲。 ボートを披露したこの番組は視聴者にとって楽しく心温まる一夜となりました。番組では彼らの結成当時のエピソードや東京ドームでのライブ映像、そして激しいダンスの練習風景が紹介されました。トークでは3人の関係性や結成時の思い出が明るく語られ、視聴者は彼らの仲の良さに触れることができました。SNS では視聴者たちから大きな反響がありました。 彼らのパフォーマンスに対する賞賛の声が相次ぎ、やべえやギというハッシュタグがトレンド入りしました。この表現は彼らの圧倒的なパフォーマンスを象徴しています。ゴートが始まると一変する彼らのギャップに視聴者は驚きと感動を覚えました。番組を見ていた視聴者の一人として私もその熱気に圧倒されました。彼らのダンスはまさに驚異的であり、その魅力に引き込まれました。さらに番組では彼らの結成時の映像や レッスン風景も紹介され、彼らの成長過程を垣間見ることができました。彼らのパフォーマンスだけでなく、トークや関係性にも注目が集まりました。3人が互いを支え合い、共に成長していく姿は、視聴者にとって感動的なものでした。彼らの絆の強さを感じた瞬間に、私も涙がこぼれました。ナンバー、愛の活躍には、これからも期待が高まります。彼らの才能や魅力は、 多くの人々にとって魅力的であり、これからも彼らの活動を応援していきたいと思います。最後に、この番組を通じて彼らの魅力を再確認できたことに感謝します。彼らのこれからの活動に期待が高まるばかりです。彼らの成功を心から祈っています。視聴者にとって、ナンバー、愛の出演は心温まる一夜でした。彼らの熱気あふれるパフォーマンスや、 絆の強さに触れることができ、これからも彼らの活躍を期待するばかりです。